マツダはロサンゼルスオートショーで初公開した新型 CX-5 プロトタイプ車両の先行展示イベントを12月15日より全国6都市で順次開催する。新型 CX-5 は車両運動制御技術 G ベクタリングコントロールを搭載するなど優れたパフォーマンスと 快適な乗り心地を両立する走行性能を実現。艶やかさと静観さを融合させたエクステリアに進化し、ボディカラーには新開発のソウルレッドクリスタルメタリックを初採用する。先行展示イベントは12月15日の渋谷光へ、を皮切りに、東京、大阪、名古屋、仙台、新千歳空港、 福岡の全国6都市7会場で開催。東京、渋谷ヒカリエと名古屋を除く5会場では、2シーターリトラクタブルハードトップモデル、ロードスター RF も同時展示する。新型 CX-5 先行展示イベント、渋谷ヒカリエホールへ。 東京都渋谷区12月15日木曜日18時から21時 JR 東京駅や江戸口中央コンコースイベントスペース東京都千代田区12月16日金曜日から18日日曜日11時から19時グランフロント大阪北間1階ナレッジプラザ大阪市北区12月16日金曜日から18日日曜日11時から19時 JR 名古屋駅 中央コンコースイベントスペース、名古屋市中村区12月23日、金、宿、25日日曜日11時から19時、仙台エアー1階アトリウムイベントスペース、仙台市青葉区12月23日、金、宿、25日日曜日11時から19時、新千歳空港ターミナルビル2階センタープラザ、北海道千歳市、苫小牧市1月7日土曜日から9日、 月、祝11時から19時、福岡ソラリアプラザビル1階イベントスペースゼファ、福岡市中央区1月7日土曜日から9日、月、祝11時。